クライド・マクファターはアメリカ合衆国の黒人歌手。ビリー・ワード&ザ・ドミノス、ドリフターズを経てソロ歌手になる。ドミノス時代から一貫してハイテナーボイスと張りのある声でラバー・アッツ・クエスチョンをヒットに導く。1972年に39歳で死去。15年後の1987年にロックの殿堂入りを果たす。1932年11月15日、ノースカロライナ州ダーラムにて、厳格なバプテストの一家に生まれる。幼い頃から聖歌隊の一員として歌っている。第二次世界大戦後にニュージャージー州に引っ越し、1950年18歳の時にビリー・ワード&ザ・ドミノスに加入し、フェデラルレコードから60ミニットマンを発売する。1953年春、アトランティックレコードの創設者、アーメッド・アーティガンによって才能を見出され、同年アトランティックレコードと契約、ドリフターズのリードシンガーとしてデビューを果たす。マクファターがリードを取ったドリフターズのデビューシングル、マネー・ファニーは最初のロックンロールのレコードの一つとされており、また後年にエルビス・プレスリーやリトル・リチャードによってカバーされる。1954年、兵役で空軍に所属し、ドリフターズを脱退する。翌年に兵役が終わり、再びアトランティックレコードにて、ソロ歌手として活動をする。ソロデビュー曲は、同じ会社に所属していたルース・ブラウンとのデュエットであった。しばらくシングルを出していたマクファターであったが、そのどれもが R&B チャートで上位を記録する。しかし、1956年発売の Without Love が19位、Treasure of Love が13位、そして1958年発売の Lover's Question が6位と、それぞれポップチャートの上位入りを果たしている。1959年、アトランティックレコードから、MGM レコードに1年間在籍するが、ヒットは出ていない。後にマーキュリーレコードに移籍し、タタ、ラバープリーズをそれぞれチャートインさせているが、散発的であった。次第に、過度の飲酒をしてしまう。1968年にイギリスに移住する。1970年帰国し、再び活動を始めるも、2年後の1972年6月13日に、心臓発作で39歳の若さで死去。1987年、ロックの殿堂入りを果たし、またドリフターズも1988年に同じく、ロックの殿堂入りを果たしている。マクファターは、1954年に、兵役のため脱退し、後にドリフターズに戻ったという経歴はない。しかし、マクファターが脱退した後のドリフターズには、マクファターと、性質が似ているメンバーが加入していた。カズとは、ジョニー・ムーアで、1957年に、Fools Fall in Love、1964年に、渚のボードウォークを歌っている。もう一人は、ボビー・ヘンドリックスで、1959年に、ドリップドロップを歌っている。ありがとうございます。